架空の SF 映画のような作品の脚本をもとに、作った、まあ、サントラみたいな感じの作品ですね。リーダーの新田がその発案をしたところから始まって、うちのベースが脚本を書き、でメンバーそれぞれでその脚本に合わせてそれぞれの場面を楽曲にして仕上げていったという作品です。今まで作品を出すごとに作品そのものの制作方法とか、そこの作品を作る時に望む姿勢とかが変化してるというか、常に何か新しいことを探してるっていう段階を経てきているんで、今回もまたさらにウォンクとして新しいことにチャレンジした感が強いですね。ライブができないからこそ、なんかその制作して作品を出して、で今は配信だったりとか含めていろんなことができるけど、じゃあ僕らが今できる最大限の表現って何だろうっていうのを考えられるいいきっかけになったんじゃないかなとも思った。その状況や時代によって、そのアーティストが生み出すものってやっぱ時代にある程度縛られてくるところは、フォーマットやらそれこそ楽器のテクノロジーとかもまさにそんな感じで、今のその状況をさらになんか表現に交えて、今この状況だからこそなんかどうすればいいのかなっていう考えるきっかけになったのはすごい良かったことだなっていうのはすごいありますね。今回のウォンクのそのニューアルバムの Eyes っていうアルバムがあるんですけど、その世界観を作るにあたって、まず僕らその 3DCG をまあ静止画にしたみたいな世界観を作っていて、でその世界観をなんとか表現したいなっていうところをこういろいろで、こういう演出どうですかっていうのをいろいろデモをいただいたりしてみたいな、割と密に連携してた感はあったりとかしましたね。まあ、あとウォンクのメンバーとか僕もそうですけど、やっぱりその見せることへのこだわりは少なからずあって、なのでちょっと無理をいろいろ言ってしまった部分もあるかなとは思いつつ、そういう無理ってもちゃんとこう返してくれるんで、すごい信頼してます。ライブをやるにあたって、アーティストの方々がやりたいことだったり出したい世界観を出すのが一番大切だと思っているので、まあ初回からずっとまあミーティングを重ねて、まあ、どんなこう表現をしたいかとか、何をこう伝えたいかみたいなのをこう聞かせていただいて、まあ、それベースで、まあ、僕らの方からこんなステージいかがですかとか、こんな演出いかがですかみたいなのをこう、まあ、あーでもないこうでもないのみたいなのをやりながら、ライブとしてこう形にしていってる感じですかね。今回のライブはその、まあ、全てが 3DCG でできていて、その背景ももちろんなんですけど、僕らもこう 3DCG になっているので生身ではないんですけど、ただ僕らがその中でこうそれを動かす演技をするわけですよ。こういろんなセンサーをつけて、僕らがこう動いたものがそのまま 3DCG が動くという形になっているので、映像を見ると 3DCG なんだけど、やっぱり僕らがこう動いてるっていうところがいかにしてこう伝わるかっていうところが、やっぱそのライブを生業にしてるバンドとしては一番こだわっているところなので、その動きをねしっかり見て、いつものライブみたいに見てくれれば楽しめるんじゃないかなと。プラスアルファ演出もあるからね、より楽しいかなと思ってます。Living in a cookie cutter city. Do you realize?